はい、こんばんは皆さん、ここから司会進行変わりまして照り焼きチキンがお送りします。次のゲームスノーブラザーズですが、こちら解説の方がいらっしゃいません。もしこのゲームやったことあるよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ解説として入っていただけると助かります。マイクがなくて喋れないという場合では、コメント欄での解説でも構いません。よろしくお願いします。簡単に、スノーブラザーってどんなゲームか調べてみたところ、もともとはアーケードゲームで、その後に、ファミコンとメガドライブに収録されていて、最近出たメガドライブミニにも収録されたゲームのようですね。そして、カテゴリーのソンブレロパーセントという名前なんですけれども、スピードランドコムには存在しないカテゴリーで、ちょっと調べてみてもちょっとヒットしなかったので、まあ多分イベント用の何かしらの動きを、ソンブレロに関係する何かしらの動きを行いながら進めていくんだろうなとは予想しているんですが、具体的にはちょっとどういうふうに、どのようなカテゴリーなのかっていうのはちょっと分かってはないです、まだ。これもご存知の方いらっしゃいましたら教えてくださると助かります。COVID-19 fund to be used specifically for musicians and music industry workers affected by coronavirus. 100% of every dollar donated is used to pay for medical expenses, lodging, clothing, food, and other vital living expensesTo those impacted due to sickness or loss of work. そうですね、ソンブレロといえば、まあ、つばの広くなっている帽子のことなので、まあ、それがゲーム内に登場するか何かでそれらを集めていくみたいな感じのカテゴリーなのかなとは思ってはいますが、just opened was for Kingdom Hearts 2 Randomizer Critical ModeAnd it looks like we're ready for our next game. 今回走られるゴースト先輩さんですけれども、ゴースト先輩さんは、スノーブラザーズのオールステージ1プレイヤーというカテゴリーでは、世界3位の記録、18分23秒ですね。2% では5位の記録を持ってらっしゃる方で、このゲーム結構、18人奏者の方がいらっしゃるので、まあまあ、奏者は多い方向なのかなと思いますね。その中で3位はかなりいい記録ね。特に上位の方だとかなり数秒差の記録争いになっているので。YouTube にソンブレロパーセントあったんですね。当社はソンブレロかぶっていたということで。なるほど。確かにツイッター見に行ってみましたが、ゴート先輩を名乗ってますね。カタカナと漢字で
しっかりと。お、確かにサンブレロをかぶっていて、ゲーム画面ではないですけれど、これは。Hello, hello, hello, everybody. I'm your senpai. The last day of mid-spring, unfortunately, but definitely happened. このミュージックビデオ、何年前でしたっけ？結構気の遠くなるような。時間がもう過ぎていますが、これが出てからも。There are two reasons behind that. First of all, it's because, well, this was a donation incentive that was meant before the run begins. So thank you so much for all the people who have donated for the marathon, and especially for those who have donated for the sombrero incentive. And the second reason is because this sombrero gives me speedrun powers. So maybe it's gonna look like I'm playing out like a pro on the game. But the third is gonna, the real thing is gonna be that.I'm using this umbrella because it's gonna give me just at least two experience updates. そうですね。当時の方はメキシコに住んでいらっしゃる方ですね。スノーブロス。ニック・トムと書いてありますが、ニックとトムが主人公、二人の名前なんでしょうね。グッドラックです。The first thing I'm going to be doing is something I like to call position manipulation, which means that depending on my position on the stage, 今、オープニングがスキップされましたが、まあ一応ストーリーもあるみたいですね。このゲームのゲームシステムなんですけど、ちょっとウィキペディアの情報を参照してみますと、レバー操作で時期を左右に移動、およびボタン1でジャンプと、まあ左右移動とジャンプをができると。で、敵キャラクターをショット、ボタン2で雪玉に固め、それを蹴飛ばして倒すと。もしくは、その雪玉を転がしている最中に、他の敵キャラクターを巻き込み倒す。ということで。あれ？あ、多分今、一瞬説明してくれて、もう一度スタートし直したみたいですかね。タイマーは、リットされてないですけど。And I was really aware that I wasn't gonna get it because I made、some incorrect movements on the first stage because、position manipulation. I like to call it like that because there are not so many active runners, so there's not like a way to. こんな感じで、まあ、ショットで相手を雪玉に変えて、それを転がして倒していくと。そうですね、アーケードゲームでも、あって、多分それが最も普及したんですかね。Well, depending on the RNG or the cycles is.How does the enemies are gonna move or react? Well, in this case, this is different with the game. Because depending on our position, is where does the enemies are gonna move or what are they gonna do. So I'm trying to move to a specific spot. そうですね、東亜プランが開発したゲームのようですね。Get some stuff that I'm quite looking for. In this case, it's a problem in the third stage, which I have got the blue potion. 一応、ストーリーもあったので、ストーリーも読んでおきます。オープニングで語られるストーリーなんですが、世界征服の野望を持つホットダ王国のアッチッチ大王は平和で豊かな国スノーランドを侵略しようと狙っていた。しかしスノーランドの同盟国ホワイトランドにはニックとトムという勇敢な双子の王子がいて迂闊に手出しできない。そこで大王は邪悪なる魔力を使って二人を雪だるまの姿に封じ込めスノーランドに襲いかかった。雪だるまにされたニックとトムが動けるようになるまで長い時間がかかった。間にアッチッチ大王はスノーランドのプリンセスプリプリ姫とプチプチ姫を連れ去ってしまったのだ。二人の姫を助け出し、二つの国の危機を救うためニックとトムは命を懸けてアッチッチ大王に戦いを挑むのだったという、もともと人間の王子様だったのがホットダ王国のアッチッチ大王の邪悪な魔力によって雪だるまに変わってしまっているという設定のようですね。Wait until the Rolling Noble turn them into an item and then you catch the item. But in some stages, I need to be careful, like for example, this stage, which because you can get an additional bonus item. そうみたいですね。That is gonna turn the stage in black and white. And まあむしろ日本のゲームで。And it will make us lose time.
returned to the case on the station that I used to go. 確かにそうですね。あっちっち、ホットド王国のあっちっち大魔なんですけど、邪悪な魔力を使って帰るのは雪だるまなんです、ね。ボス戦ですかね、これで。バイキン出したタワーを雪だるまに変えて、雪だるまに変えて、それを蹴飛ばして相手にダメージを与えるみたいな感じの。おっと、相手のタワー直撃すると、即死みたいですかね。ちょっと背景に弱ってますけど、いっぱい弾を貯めてますが、あ、倒したみたいですね。これが多分アッティッチ大王で、手前の姫様っぽいのが、まあ、プリプリ姫かプチプチ姫のどちらかなんですかね。おお、そして今ステージ11と出ていましたが、一面ステージが10で構成されていて、5面まである全50ステージの構成のようです。タイミッチの登らせることもできるんですね、雪玉。それでも綺麗に反射しますし、なかなか面白い挙動がしますね。ソンブレル要素ソースの格好なだけの可能性はまあありますね。今のところゲーム内にソンブレルが出てきている様子はないので、そうみたいですね。タワープランのようですね。唯一、ビッグビデオによると唯一ハミコンで発売されたタワープランのゲームでは唯一ハミコンで発売されたタイトルのようですね。The setup that I have done, the way that I have defeated enemies on the second stage uses to increase your chances of getting. ソンブレロみたいな形の土台ができましたが。ようやくソンブレロ要素がゲーム内にも。もう過ぎてしまいましたけど、何もなかったです。Another potion that we haven't seen is the yellow potion, which increases your shooting range.アイテムもあって、アイテムは赤色のアイテムが時期のスピードアップ、黄色のアイテムがショットの射程が長くなる、青のアイテムがショットのパワーアップ、緑のアイテムが一定時間巨大になり無敵、そしてプレイヤーの顔マークが、一時的に敵の動きが止まった後に別の4匹の丸型モンスターが現れる、雪玉にすると文字が浮かび上がり、蹴り飛ばすとその文字が手に入る、そしてSNOW と集めたワンナップらしいです。まあ全50ステージでまだステージ今20ですか。意外と早いかもしれないですが、どうでしょうか。結構敵のボスのデザインが邪悪というか、何なんでしょうね、これは。So remember, guys, practice your games and expect any kind of mistake, otherwise you're gonna be. すごく顔色青くなって目をつぶって静かに聞いてきましたけど。But and then also this gamble machine is something suitable about this NES version of the game. W. This was a game released for arcade in 1990, and well, at the same time.
タンシバですね。で、フロア21。前50ステージのままでいくと、まあ、25ステージ超えればちょうど折り返し地点になりますけど、多分後半の方が時間かかるんでしょうね。ステージ間から見ると。So here on the next stages, there are not gonna be so much things to say. So maybe after stage 25, we're gonna have some kind of a little gap of time to make any kind of announcement to the game, sort of related to the marathon. And here we're gonna be watching some new enemy like in this case is the. このゲームコンティニューはあるんですかね。コンティニューだけは結構怖いですが。確かにガチャピンとムックみたいな雰囲気の敵もいますね。ちょっとこのゲームやったことないのでわからないんですけど、結構上等手段としてステージの上の方にいる敵を雪玉にして転がしていくと、雪玉は上の方には転がっていきませんから、まあ結構多くの敵は巻き込める雰囲気はありますよね。あ、顔緑色のアイテムを取ったので一定時間巨大になり無敵なら、ちょっと巨大になる雰囲気がだいぶ想像してるのと違いましたけど、you need to use that enemy as a platform, then you throw it, and yes, I get the blue potions, and now we are playing, well, really playing the game. The hat is having the real effects right now, and I did that, and probably in a couple of stages I'm gonna die again. I hope that I don't have so much salt in my mouth right now after I said that, so hopefully everything is gonna go fine. Floor 28, this is a kind of tricky stage also, because as you have seen, we have the platforms that uses to... これは敵を足場にしてジャンプしないと上には登れないといったような雰囲気のステージなんですかね。一定時間経つと竜巻になって降りてきてくれるので、まあ、上まで行かなくてもいいと。結構これはどうなんでしょうね。運がいいと上の方に登ってきたんでしょうか。待っていたところを見ると。あっと。Mistake again. I don't know what am I recently got. これで残機を失って残り残機がゼロになりましたが、あ、また無敵になって。これ巨大になって無敵な上に高さ関係なく自由に動き回れるっぽいですね。無敵時間さんですが、これを無敵時間さんと言っていいのか。そして3面のボスは急になんか可愛らしい雰囲気の、ちょっと手放しに可愛いとは言えない雰囲気ですけど、なんでしょうね。卵を凍らせて降りてきたタイミングで蹴飛ばしてダメージを与えると。You need to hit this bird two times and it's gonna be good. I have lost a good amount of PB attempts due to this. So, やられモーションが怖いですけど、無事撃破。I used to call this as a massive piece killer. これでステージ。And also, I was mentioning that this gamble machine is just something. 30クリアで残り20。N。ベース。雪だるまということで。The last thing that you want on these gamble machines are the lives, because you get a one-up, but at the same time you get 50,000 points due to that. And the most points you get on the gamble machine, the most low that you're going to be moving. 3機1増えてますね、一応。安心なのか、安心じゃないのか。The gamble machines are just the letter X three times, because that gives you nothing. You can get a letter from the snow world, which is going to give to you... It's gonna give to you, obviously, a letter from Snow World and 10,000 points. And if you get all the Snow World, you're gonna get a 1-up. In this case, I just need the letter S and I'm gonna get an extra 1-up. Also, one of the... 雪玉を数発当てただけでは、雪だるまというか、雪玉、完全な雪玉が完成せずに、未完成の雪玉で、しっかり
当て続けると完全に丸くなって転がせるようになるみたいな雰囲気がありますね。I'm just the only person who do this from the few active runners of this game. I don't know why the other runners just do this when this is really quick. 結構未完成の生きたメンバーの状態でも敵は動けなくなるので未完成な状態で固めておいて後から上の方で安全な雪だるまを蹴飛ばしてついでに倒すみたいな感じの動きも結構やってますね、さっきから。しっかり雪だるまにした状態で蹴飛ばしておかないと倒した判定にはなってないようですね。I can draw if I press A and B at the correct time. Because also, if I'm not in a good position, このゲームどうなんでしょう。結構敵の動きがランダムだとすると、かなり乱数も影響してきそうな雰囲気のゲームではありますね。ああ、雪玉が。ああ、なるほど、なるほど。敵を巻き込んで倒したと、得点アイテムに変わるので、ハイスコアプレイの場合は、できる限り、一度の雪だるまで雪玉を転がして、それに多く敵を巻き込んだ方がいいと。まあ、今回は RT で、スコアは関係ないので、まあ、結構片っ端から雪だるまにして倒していってるっていうところもありますよね。配置がいいと、ついに巻き込ませて、で倒せて美味しいと。どうなんでしょうね。ちょっと手強い王子らしいので、本来なら倒してしまいたかったんですけれども、まあかなり手強いこの潜在能力的なものが雪だるまに封印するだけしかできなくしていたんでしょうか。もう雪だるまにした時点で倒したと思っていたけれども、そこから動き出したのは予想外という可能性もありますね。あ、レイドということでありがとうございます。これでちょっとミスして被弾してしまって、また残り残機ゼロですが、確かにこのゲームも塊魂みたいな雰囲気が。ああ、なるほどなるほど。出現アイテムはある程度決まっていたはずなので、タイムを縮めるために出現アイテムを調整している可能性があると。そしてこの4面ボスなんでしょう。なんと言えばいいのかわからない。なんかめちゃめちゃ弱そうに見えましたけど、動きもゆっくりで常に雪だるまにできる弾を出してくれていたので。スペース雪だるまということで。But also the ES version has its own thing, and I got two extra lives, and this is really good for marathon purposes. I'm gonna be explaining that later. I have like 9 continues anyway, so I shouldn't be worried about if I'm gonna die or something like that. But I'm just gonna. 残り10年。お。上下ループしているタイプですね、このゲームは。I can get some of the power ups. In this case, the blue and red potion.どうなんでしょう、ボーナス演出があるのかもしれないですね、確かに。結構適当にボタンを連打しているように見えるので、まああまり関係なく最速でスロット回しだけの可能性もありますが。機種はファミコン版をプレイされているようです。You're not really quick completing some stages. This is gonna happen. So, this pumpkin goat is gonna appear and is gonna try to kill you. 今からこのゲームを遊ぶ場合には、多分ファミコン版を中古で買ってくるか、セガサターン版を中古で買ってくるか、セガサターンミニを買うかという三択になりますかね。That enemy, you just, if you shoot to it, it's just gonna respawn another point of the map.
difficult because you cannot defeat that book. And for some reason, you can get a lot of potions. Ah, iOS にもあると。なるほどなるほど。It's gonna help me a bit. And that iOS のサブスクでレトロゲームが遊べるサービスにこのゲームも収録されているという情報があるので、まあ、こちらもいいかもしれないですね。Showcase some weird stuff about the game. Well, this enemy is just used to try to attack to you if you are on the same horizontal line than them, and now you are again under the potion. And when I keep quiet here, I don't have nothing to. もうかなりゲームを終盤ですが。Which is gonna be the 450. So if there are some announcements related to the marathon, such as donations, incentives, and all that kind of stuff, feel free to mention it. We're gonna have like 1 minute.All right, I actually do have one donation. I have one donation by Bahamut X. Me. Good luck to Tomomaki for the upcoming Shantae run. Let's have Shantae wear the ninja outfit. You can never go wrong with more ninja. That donation was for $50. 最初に1分ほど早くタイマーがスタートしていることを考えるとかなりいいタイムの可能性があります。創始者の方のエニーパーセントの記録は19分58秒なので21分前ぐらいまでに終わればパーソナルベストの可能性もあります、ね、ちょっと正確に最初何分早くタイマーが定したか分かってないんですけれどもやってることは多分エニーパーセントなのでさて、多分ラスボスですかね。上にプリプリ姫とプチプチ姫がいますね。泡に包まれると上に上がってしまって、トゲまで行くと被弾してダメージなんですかね。これどちらが大王なんでしょうね。実は大王も双子なんですかね。意外とボス戦が長い。I have lost a good amount of world record pieces due to 結構パワーアップアイテムなんか落としてくれているように見えますが、このボスめちゃめちゃ硬いですね。スガラスボス。どう言うべきなのか。お、なんか右側は撃破できたみたいですね。トゲまで行ってしまいましたが、残機があるので大丈夫と。あ、危ない。何でしょう、ショットで一応変色はしてますが、あんまりダメージがないとかでしょうか。おっと、敵の雪だるまになっていた敵が、雪だるまから溶けるタイミングとかぶってしまって、被弾してしまって、残り、残機がないので、コンティニューがあるとしても結構、このステージの最初からになるでしょうから、コンティニューってしまうと結構ロスになりそうですね。ああ、怖い。Forget to alter my hits, so I don't know how many times I haven't hit this guy. And now I'm having a bad RNG because I'm not getting enemies. Oh, 怖い. Ah, 怖い. And in this game, it doesn't matter if some items get stuck on the top. I'm just gonna try to get the items I'm lucky enough. Just to prepare the enemies. 泡から泡にコンボした時はかなり肝が冷えますね。No, that's not. I'm going to wait for another enemy.
Yeah, after some time, you're not gonna get a lot of enemies. Time! Oh, time! That's another なんとか撃破23分7秒。まあ実際には22分7秒ぐらいですかね、記録としては。そして、助け出したお姫様がキスをすると、魔法が、邪悪な魔法が解けて人間に戻って、2人は末永く暮らしたのさ、パチ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 みたいな感じのエンディングがあるみたいですね。いや、これしっかり多分、アニメーションで見せてくれるんじゃないでしょうか。そうなんでしょう。Speedrun person we're talking. The plot of the game is that on a very far away land,結構どうですか、人間の王子様は王子様といった雰囲気がある。デザインでかなりいいですよね。you that, okay, the princesses were rescued and the face is back in the kingdom. And that's everything. And if you don't use any of the continues, you get the real ending of the game, where obviously you defeat the evil King Scorch, you rescue the princesses, you lose the snowman curse, and the face is back in the kingdom. And obviously, brothers Nick and Tom get married with the twin princesses. 英語版ではマリーという名前なんですね。That's like a good reward if you don't use it. あ、マリー、違う。これは結婚したか。プリンセスという名前は出てないんですね。Participation in this marathon.いつまでも幸せに暮らせましたとさっという感じですね。ああ、そうですね。どちらもそれぞれと結婚したみたいですね。ああ、なるほど。ソンブレロパーセントは結局本当に最後まではわかりませんでしたが、多分ソンブレロをかぶってやればソンブレロパーセント。今すぐソンブレロを買えば RT 奏者の皆さんも今すぐソンブレロパーセントが始められる可能性がありますね。ということで、スノーブラザーズファミコン版でした。Since that first run, I have found some strats, some few strats were found also by other runners, and now the run is, it's more marathon friendly, and most stuff. そうした方の後ろで扇風機が回っているのか、かなり。Not a thing. Again, so this is a safer. 気温を感じさせますよね。多分、ソンブレロがなしだと 2% になると思います。And if somebody's interested in learning, その方が日本語でありがとうございましたって言ってくれましたね。ありがとうございます。I don't think explaining the reason behind that in Spanish is because that's my main language. I have the video guides on speedrun.com that takes more than 2 hours, but I cover both any person and also use one player routes with all the kind of different strats and combinations you can get on the game. And if we are not grinding in practice, you can finish this game in less than 2 hours. メキシコは公用スペイン語なので、グラシアスですね。グラシアス。Everybody watching メキゴース先輩。Everybody watching the restreams on...different languages and at the same time thanks so much for Midwest staff for giving the opportunity of being showcased again on this marathon. Thank you so much for all the people who has been donating at the same time. Thank you so much for the people who has donated for the sombrero incentive because definitely without you guys probably this run should have been worse because if I don't use the sombrero on a marathon I cannot run this deep. And even with the mistakes we get a decent luck. Come on, that's certainly why my side. I was Go Senpai.Variety speed runner, nostalgic runner, classic PlayStation and modern Nintendo games, and or if I find an interesting game, I'm gonna try to run it. So, twitch.tv/unfantasmamas, speedrun.com/gosenpai, speed gaming Espanol staff, and see you everybody. Have a nice day and keep enjoying the market.
ということで、画面切り替わりましたね。スローブラザーズソンブレロパーセントでした。次のゲームの準備のため一度失礼します。Snow Brothers by Go Senpai. GG's once again. That was a great run. Up next.